これも貴重なやつですね。日産セドリックの空港タクシーです。では、こちらの方をね、紹介してみたいかなと思うんですけども、こういうふうなね、形になります。で、これが日産セドリックの、まあ、空港タクシーでして、まあ、このようにね、なっています。で、こういうふうになっていて、なかなかのこうね、空港タクシーの、このセドリックの豪華な内装が見事にまあ再現されているんですけども、よくできていて、でこれは空港でしかまあ見かけることがまあできない、空港周辺ですね、それでしか見かけることができないタクシーでして、まあ、当時セドリックをね、まあ、使っていたところもあったようです。なかなかこの感じがまたいいなという感じで、このセドリックの、タクシーというのはなかなかいいなというふうに思いますね。で、こういうふうな、セドリックの、まあ、この感じというのが、まあ、見事に、出されていて、こういったところが、まあ、非常に気に入っている、車種の前次第で、この青い、ね、感じの色合いというのも非常にいいなといったところでございますかね。まあ、そういったところが、まあ、気に入っている、この1台がありまして、なかなかの良い出来で、まあ、これもこれで非常に、気に入っている、車種のね、1台ではないなというところでございます。どうもありがとうございます。